Yes, Lord.
失敗などを丁寧にあなた方は感謝し、また悔やむために祈り、信仰を持って対応してくださいと申します。私は私の中で勝利を与えるときに、あなたの信仰を立て上げようとします。この開拓当時から数年の歳月だった中で、多くの聖書の言葉を通して、この群れに言葉を与えられた、予言を通して、この言葉が与えられたとします。この新たなる10年の歩みによって、これらの言葉が豊かにさらに進展して、発展した上で、成就するときの流れに入ったので、しっかりと祈り従いの土台に立っていなさいとします。あなたの約束は従うときに成就するとします。それへ最後まで従う中で、あなた方はあなた方の人生のいろいろなところで与えられた約束の成就が起こっていくのを見るであろうとしておられます。それへあなた方は忠実でありなさい。このいよいよ本格的に、群れにおいても、個人においても、この神の言葉が成就するときに入りましたが、この試しが直前にあるとしております。その試しに揺り揺りをされて、成就の時を見ないとならないように注意しなさい。さらに、祈りがあなた方の助けとのことから覚え、常に最後まで私たちが従うことができるように。この長教派のこの道が具体化する中で、いろいろな器の方を通して、確かに群れに語られたりですか、違う流れ所からも語られるとします。その違う流れ所に関しては、注意深く見分け、翻弄されてしまうことがないように注意してください。Jesus.
熱心に私から求めてください。私に来るものは幸いであると教えます。それらは勝利を見、栄光を見ていくであろう。このリバイバルに向けて、このマンという体制を持って、この一人一人をまた教会の組織体制を整えていっていくとしかあります。この整えの御手を十分に受け、多くの魂をこの神の門に導くのしもべとして、この信仰の御手をなすことができるように備えていきたいとしかあります。このゆるさゆるさゆる試練問題というのは、あなたの信仰の立て上げのためであるということから覚えてください。それはあなたの信仰を用いつつ、正しく私の導きを全うしてください。あなたはその中で勝利を見るとともに、サインこの後、私があなたに与える使命の土台をあなたはしっかりと築くことにしようとします。この一人一人が多くの魂を受け取ることができるように、霊的な足を今鍛えているとします。この受け取る際においては、いろいろなタイプ、いろいろな階層の方々を受け取ることになるとします。霊の高いは厳しくなるという声。あなたの霊的な対応というのを収めなさい。私はすでにあなたに勝利を与えているとします。坂本ソーシャルプロジェクト、おひねりの仕方の説明をします。まず、視聴画面に配信中でもオフラインの時でも日常的な音柄の基本的な進行性の中で見分けを日々なしていきたいとします。それが訓練になるとします。はい、今のあなた宣言しやすいと思います。でこの教会ではどこの教会の方でもまだ宣伝を行っておられても、イエス・キリストをご自分の救い主と信じ告白されておられる方にはこの教会からご説明しています。ですからイエス様をご自分の救い主と信じ告白されておられる方はぜひぜひこの教会ビデオの視聴コードがメールで送付されます。それとともにインターネットで礼拝しておられる方々で、この世が届かないです。そして感謝申し上げて、届かない場合は迷惑メールの扱いになっていないかもチェックして、共に加えたいと思います。こちらのメールにある自分でパンコードをこちらを用意して参加してください。お祈りいたします。お祈りいたします。特別ビデオのページ手のスマホパンとブドウ酒ブドウ酒豊かにしし、またインターネットの方がパンとブドウ酒ブドウ酒豊かにしてください。そして私は人々のうちに本家を召し上がってください。はい。手前に祝いによってます。雨。それではしばらくの間にお祈りをしています。もしこの中に罪がありましたら、それを神様が渡してさらに、このひねりと。これはイエスの前に祝いによって視聴していただくことができます。こちらからというところをクリック。公演本番。坂本プロジェクト、おひねりの仕方で目をします。まず視聴画面に行っていただいて、
配信中でもオフラインの時でも構いません。坂本です。まあ例によってユーズをしたけどすっかり出ちゃう平ですけど、おひねりやっております。おひねりをすると人が得られます。リハのね、特典映像とか、それから今見てらっしゃる人に今日の当日のアーカイブを何でも見れるとかです。あとはなんかメルマガですかっていうのができるんですね。無料あります。まあ、おひねりの特典はその3つなども、あとこの、なんていうのかな、今回のこのトリオツアーに向けての楽しみ方、特典だけではなくてですね、2つ目、まあ、今回のツアーで作るベストテイクを、これは皆さんご意見で、持って、でその評判が良かった点の高いものを選んでですけど、なんと、来年の61.30に出そうと、結構でもギリギリの、配信だから、まあ、デジタルテクニックすごいな。それが楽しむことに、うわあ、この今、今回、これツアーのツアーやりながら、この意味ソフトウェアでどんどんこうバージョンアップしていくというか、こうでこの中継ソフトの開発っていうことも私が務めます。これは楽しみですね。これもこの多分来年発売されると思うので、これがあると本当に、まあスーツケース一つで特に機材とカメラで中継ができちゃうと、誰でもソフトウェアそこが売り込むのか、そういうのです。はい、楽しみ方でした。はい、ということで、一旦切りますけれども、30秒ぐらいで。さあどうでしょう。はい、ということで、ということでマシンを切り替えましたで収録で。ということで、こちらはですね、現在12月16日です。イエスはパンを取り、祝福したのち、苦労されたいからにあたいわれた。取りなさいからは、私の体です。でございます。さん今終わりまして、こちらが配信ブースなんですね。ちょっと手収ユースと、いつもお届けしてるんですけれども、今日もお届けします。ちゃんとピアノが全部カウンターにあるので、これは私の契約をお伝えします。多くの方のために8時ぐらいまで、あと時間ですね、8時といえば。まだ行ってない方はぜひ、今ダッシュすれば間に合いますよ、多分。行ってくださいね。さあ、これがですね、僕らが開発しているモーションデブキャストと呼んでいるソフトです。実はこの MacBook 1台で全部今回は配信されてるんですね。で、一応こう、ハイビジョンカメラとかをつなぐ機械とかは周りに
MacBook につながってるんですけれども、今日はここでずっとこういう風な感じで切り替えていました。3画面だったりとかね、いろんなものとかもここのところでピッ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 っていう感じでいろいろ操作ができるソフトになってるわけです。こっちはオーディオミキサーですね。でこっちがいろんな下ミキサーですね。でこっちがいろんな下にもいろんなシーンが並んでいて、ピッて押すと切り替わったりとかするわけです。そしてこっちの方で普通にこれはただモニタリングしてるだけですね。これこれは何もしてません。ただ見てるだけのマシンです。で、さあ、こんな感じで。僕も撤収を片付けないとこれからこういう。散らかしちゃったんで。片付けないといけないんですけど。お疲れ様です。スピーカーですね。じゃあちょっとこの撤収、この床もね全部持参してきてるんで、ロールみたいな、こんな感じですね。天井こんな感じで、なのでちょっとどこに置くかな。ここに、ああ手振ってる手振ってる、はい、前回のね中継のツアーの時におなじみだった K 君ですよ。見えますかね。よしよしよし。よし、こんな感じでいくかな。なんかもうあっという間になっちゃったな、今日は。さあ、メイモさんお疲れ様です。はい。コンプリートまた1公演という方もいますね。今日も広いんだ。広いですよ。モーションダイブすごいソフトです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日も私物 MacBook Air で中継。そうですよ。この時間は。手の生産の意味をありがとうございます。イエス様、イエス様、お名前に手を出します。手を出します。アメ、アメ。それでは、天気の時を待ちます。優しい感じでしたね。それではお父様、あなたが私たちの必要をご存じであられ、私たちくださるくださる神と心から感謝いたします。今私たちの御前に献金をお捧げいたしました。今日どうぞこの献金をあなたが受け取ってくださり、清めてくださって、
あなたご自身の働きのために豊かに祝福を用いてくださるようにお願いをいたします。また今日お捧げになった一人の上にこの豊かな礼祝福実際的な祝福がありますようにお願いをいたします。感謝してイエス様の皆様に何を祈っておりますアメン、アメン。それでは聖書を開いていただきます。マタイの14章開いてください。マタイ15節から、スクリーンで出てくるからね。14、15節からお願いいたします。夕方になったので、弟子たちはイエスのところに行っていた。ここはさばしいところですし、時刻ももう回っています。ですから、群衆を解散させてください。はい、じゃあこれでそして村に行って、命名で食物を買うようにさせてください。しかしイエスは言われた。彼が出かけていく必要はありません。あなた方で、あの人たちに何か食べるものを与えなさい。しかし、弟子たちはイエスに言った。ここにはパンが1と魚が2かはありません。するとイエスは言われた。それをここに持ってきなさい。そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて、空を祝福し、パンを裂いて、それを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。人々は食べて満腹した。そしてパンの切れ余りを取り合わせると、12のカゴにいっぱいあった。食べたものは女と子供を抜いて、5000人ほどであった。お願いします。天の様、あなたが私たちを共に集めてくださってありがとうございます。これからの豊かに導いてください。あなたの名前を呼びます。イエス様の名前によってお願いします。アメン。アメン。皆さんこんばんは。またインターネットの方々、こんばんは。おはようございます。こんにちは。今度はですね、クリスマスのホットなんとかのコンサートが行われますけど、私たちはクリスマスを祝わないですね。で、どうしてクリスマスを祝わないかというと、12月24日にイエスキリストが生まれたわけではないですね。5月というと1月というまずそれがそうで、そして何よりも、聖書でクリスマスを祝っていない。それとともに、12月24日は太陽の祭りというね、これは異教の祭りだったんですね。それは何かというと23日、冬至でしょ。で24日、そこから日が長くなるわけで、ですから異教の復活の一つの印であったんですね。ですからそれをやっているということで、そしてこれは聖書的ではない。それと同時にイエス様はそのことを言われし、イエス様はそこで祝いなさいというふうには言っておられない。そこで誕生日でもない。それでやらない。平野さんが映るようにカメラの位置を変えています。ですから、我々はクリスマスを言わない。しかし、クリスマスを利用して、そして伝道はするわけですね。そしてですね、非常に印象深いことがあったわけですね。それは理論的に私は納得したわけですけど、では主は どう導いたかということがあったんですね。それで当初クリスマスやってるときは今日はクリスマスはありませんよって言ってやってたんですけど、ロバートの人だに彼らが入ってあそこはクリスマスやらないんですね。そういう理由でね。それでですね、日本にいてですね、みんなで祈ったね。クリスマスをやるべきかやらざるべきかね。やらないっていうのは理論的には分かるんだけど、やらなかったら、ね、影響が出ると。みんなクリスマスやるもんだと思ってるわけですからですね。ですからそこで話し合って、結論が出なかったですね。で、その時にですね、結論が出なかったのでお祈りしたんですね。ちょっとどうやっていいのか分からないから、あなたが教えてくださいと。具体的に我々がどうしたらいいか、指示を与えてください。こういうふうにお祈りいたしました。そうしましたらですね、3日後なんですけどね。
あのその当時ニューヨークに捉えた弓の夫人かな、夫人の夫妻かな、弓の夫妻からね、からね夫人ですよ ね, ですよね。その時その時迫害者いるね。ですね、コピーした本の翻訳が送られてきたんですね。でそれは何かって言いますね、クリスマス放射という本の日本語訳のコピーした全文です。で我々はクリスマスに対してどうしたらいいかっていうことをね、主に求めていた時に、その際の体育なんですね。クリスマス関係の本が私に送られてきたの、私の短い章、それ書いてきたですね。でそれに書いたのは、その要するにクリスチャンの聖書だけではないと。でイエス様の誕生日で、それはよく分かったですね。すべきではないという、そういうことでした。で、これは我々に対する神様の死ね。他の教会はいろんな理由があるから、どんどん言ったらいいと思うんですね。ただ我々としては、明らかにクリスマスはすべきではないということを、理論的にも、また具体的にも示されまして、それ以降、クリスマスをこちらの方では、言わないということをしている。ただし、問題はクリスマスを誕生日として祝うことにはないので、クリスマスを通して、福音を伝えたり、プレゼントしたり、そういうことはします。ですから、そういう意味でやってということですね。で、どうぞ覚えてください。だから皆さんね、今日クリスマス、イエス様の誕生日なんてやんないで。いただきたいね。どうぞ覚えておいてください。イエス様の誕生日違う時でね。どうぞそのことがですね、覚えておいていただきたいと言ってます。それとともにですね、ちょっと気がついた人はですね、私のバッグの映像が変わったということをね、こう気がついたというふうに思います。言われてきてがつくって人もいますけどね。これ隠れてですね、それは今回イスラエルチームに来ていた映像にちょっと変わってるんですね。でこれは対岸から見たガリアですね。いつもはホテルからね、逆側から今回泊まったホテルのところからですね、撮ってるやつです。あともう一つちょっと暗めな映像があるんですが、それはですね、アルベルさんから撮った映像です。ですから、ちょっと暗めで下の方にガリアが見えるなというふうに思われるんです。あれはアルベルさんの上でずっと撮っている映像ということですね。ですから、いろいろな形でそれを用いていくことになります。そして、先週ですね、ちょっと驚いたのは、非常に鮮明に画像が映ってますよね。普通に見てて分かんないようなボツボツがあったりなんかするわけですよね。で、これはですね、ハイビジョンで撮っていて、そしてですね、来月もっともっとすごくなります。これが完成形ですね。ですごいすごいスクリーンもできてですね。ちょっとね、ブログ見てる、これから気をつけないとやってる人もいますからですね。気をつけて いただきたいですね。ですから、画像に関しては、最も優れた画像になるんですね。それとともにですね、今、クリスチャンの寄り道という題で、1日1回の失敗を通じた、お話をしてもらっています。でこれは結構ね、皆さん見てくださって、これを聞いてみるとよく眠れるとかね、それから特に失敗ですから、感謝を通してなんか次々出てきてますので、そういう面で霊的に強められる、いろんな反響を呼びます。でこれは我々にとってです。我々のホームページにとって画期的なことです。これは何かと外に伝えメッセージを伝えている人の伝道をしているですね。ですから非常に我々にとって重要なわけなので、いろんなものを知られ始めています。ですからどうぞ皆さんもね、
聞いてですね、ですね、そして、そして、よければピタッピタッとね、点数入れていただきですね。これはね、これはね、間違っちゃったんですね。再生だとパッてやっちゃった点数だったんですね。しまったしまったと。だからそういうの間違いないよね。してですね、やっていただきたいというふうに思います。で、また同時にそれらを通してね、主の福音が外に行くっていうのは一つの方法として主はですね、用いてくださっているなというふうに感じますし、またインターネットとラジオですね、やってます。そしたらすごいみんな上手くなってきてね。トークやなんかすごくうまくなってね、今日もね、サイモンさんがうまくですよね。下関語と標準語と、なんかこう混じってこうやってきましたよね。上がっちゃうのはそうなんですかね。ですから、そういう面で、インターネットの話が進んでるんですね。で、インターネットの一つの意思という会社があって、そしていろんな教団とかね、グループをつけて、いる中で、我々の技術はクラスですね。そしてトップクラスなんですが、先日語りかけをですね、何を語りかけをソニーとか、それからパナソニックですね。シャープですけど、すごい赤字ですね。シャープなんて潰れそうですよね。ソニーパナソニックでこのまま見たらどうなるのかですね。で、あらと思ったのは、実は企業は10年前の世界のトップなんですよ。ソニーなんてね、華々しい業績と、まさにすごい勢いをしてたわけですよね。それがこうね、こうなってるわけでしょ。でね、ちょっと言われたんですね。あなた方もそうなって。ね、インターネットの方だけ。でね、ちょっとね、こちらがちょっと満足してるようなところですね。まあ、先生のね、教科さんがね、まあ、まるでだなんて言ってくださったのもあるし、それからこちら側もね、そう思ったんですね。そしたらですね、言われちゃったんですね。ですから、これからね、もうさっきからともかくやろうやろうっていう感じになってですね。そして、企業のトップに並ぶぐらいの、あるいはそれを超えるぐらいのホームページの働きに行くということが重要なんだろうというふうに感じますから、ビジョンを失うとね、なんか柄を書き、そして気がついて出されていたっていうことにはね、なっちゃうと感じますのでね。どうぞ、そのためにお話しください。それとともにですね、児童養護施設、個人の働きで、昨日、理事会が行われたんですね、からしの会ですね。それで、もう、次の段階で入ろうとされています、会社会ですね。で、次の段階っていうのは、土地取得です。今日の特順のリストです。すでに、その、可能性のある土地がいくつか出てきて、そして、決定したら次の段階に行くという。それで、未公開かどうかっていうのは、こちらも貸しないといけないので、土地に関してですね。それで、相手の1月1日以降しかない、1月1日から特別レアをやった後にね、そして向こうに行って、それで確認を取っていくという形に、なりました。で、どうぞ。そしてですね、主がですね、御心とされておられるときに、御心をなすときに、大きく祝福されてくださいますよね。特別な神様の宮座がなされていくという、どうぞ覚えてください。そして、土地が支払されたならば、一気にいろんなことが進んでくると。こういうふうに思いますね。どうぞ、その働きのためにお祈りください。これは霊的な働きであり、単に児童福祉施設ができるだけではなくて、また、日本における霊的な、ね、リバイブルの働きもかかるというふうに私は感じておりますね。どうぞそのことを覚えつつ歩んでいただきたいと、こういうふうに思いますね。それとともにですね、今神様が例えば新聞ではデビットさん、デビットとか
それから大川先生とか荒井先生とか、それから今度はベンジャミンですね。ベンジャミンさん、選挙地って書いてある。あの人は300の教会を作った人、人的な働きをして世界にリーチです。すごい人ですね。そういう方々と導いてくださっています。そして彼らは神様が導いてくださっているので、彼らを通してね、主がいろいろなことから我々に語ってくださっているんですね。ですから各々の器を通して神が送ってくださった器を通して、神が何を私に教えようとしているのか、そして何を与えようとしているのか、トライス、それらのことからしっかりと受け取ってください。これは特別なことで、このうちのリバイバルだとか、週末の備えの用意がこの中でなされているというところを感じます。それとともにですね、彼らは素晴らしい器ですが、流れが違うところもあります。でそれを見分けといてください。具体的にね。で、これはちょっと我々の流れとは違うのね。そういうことからもあります。そして私たちのポイントは、祈り、聞き従うというです。主の御心を行うというのが、主が私たちに与えられている中心的なポイントですね。ですから常にそこのところはしっかりと対応しつつ歩んでいくということをね、どうぞ覚えておいてください。で特に感じるのは何かと言いますね、主の宗家タイプの教会が超強派の働きに入ることはないのです、ね、だいたい要するに避難中傷された結果ですね、殻に閉じ込もって自分たちだけのグループとなり、他と遮断して歩んでいくというのが普通のことですね。でも我々は違う道を教師がやっていて、直後になってきてるんですね。で今ね、それ以外に岸先生ね、いろいろ来るでしょう。それからこれからもっとブワーッてきますね。で、その皆さんね、備えの動きが始まっています。で今まで主の塾って言ったら、無菌室にいるようになったんですね。無菌室にいるようになったんですね。ただ無菌室にいたら外に出られないです。それから外行って、そしていろんな動きになるように、いろんなことが体験され始めますね。まあ、今、神様の素晴らしい器が、しかも感じられた器の方ばっかりですけど、後に変な中になったりすることになるでしょうね。でその時に、神が与えているもの、そうでないものを見分け対応するというのはね、これは重要な意味合いがあると。ということですね。どうぞ置いておいて。ですから実はもう次の段階にもう一つあるということをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてですね、神に栄光を神に寄せよう。なんかね、小林君がいると窓地が働くんですよね。先週の非常に言われましたよね。もう今年の見事は皆さん覚えてるでしょうけど、そして言ったのは全然違うと。あれ初物ですよね。栄光を神に寄せよと、ね、栄光を神に寄せよ。こういうこと主がこう言われてるわけです。ということは、栄光が現れる、奇跡がされる。そして奇跡はですね、に私の歩みによって、教会の歩みによって、しょっちゅう神様を成してたんですね。それはもっと大きな奇跡が起こると。ですから皆さんね、もっと大きな奇跡が起こってくるんですね。もっと大きな奇跡が起こるということは何かと、皆さんね、問題が起こるということです。皆さん、問題が起こらないと奇跡が起こらないです。ですから、問題が起こると。ですから、見込みのある方々、主が祝福を与えようとしている方々は、すでに問題に入っているか、これから問題に入ります。これから問題に入ります。しかしですね、このことを知ってるか知らないかというのはだいぶ違うんですね。知ってるなら問題が分かってて、構えてるでしょ。知らないと、みたいな感じになるわけですよ、ね。で、皆さん来ますよね。で、どうぞ備えてください。そしてですね、問題に対して丁寧な信仰対応を取る。
で、投げやりになったりしたんですね。もういいや、いいや、なるよ、やれと。皆さん、これが一番ダメなんです。これが一番ダメなんです。で、皆さんね、丁寧に主にやって、対応します。その時にですね、奇跡が現れます。奇跡、奇跡。私はね、奇跡で言うと、例えばお金の奇跡だったら、祈りとそれから死を恐れも欲しいことがないという言葉を通して、私はどこ出してました。教会の歩みでもね、このアントニオ教会の歩みにおいてもですね、驚くのですね、皆さんどこか出してる。もちろんある時はマイナスね、大変大変だったりとかね、しかしね、完全に通じてもらってるんですよね。見事なんですよ、私の働きがね。そしてですね、皆さんの中でもいろいろお金が与えられたとかね、そういうような証を持っている方が多いと思うんですがね、ちょっとね、感じていられなかったことを感じるようなんですね。死の十字架の人たちの証は、耳ちち感じるんですね。先週ブログ見てたんですね、書いたんですね、何かというとね、コンビニ行って、お弁当150円のお弁当をつけて、いい弁当を買ってきたと。そしたら、一緒に来た牧師が250円だったと。買った。なんとみち。醤油で、あれなんでしょう。私はね、それを感じたのはね、ちょっと大川先生とお話しした時ですよね。大川先生じゃないですか。3億円来たって。その1億円持って打球センターとかなんですね。そして大変じゃないかと思って、びっくりしたとかなんかね、言ったってましたよね。1億円ですよね。だってこちらが10万円ぐらい持ってたら大丈夫かなとかね。なんか私出られないんじゃないかとかね。大変なんじゃないかなってね。そういうふうに感じるんですよね。だちょっとレベルが違うんですよね。そしたら、四日市の牧師が言ってました。どっか賛美かなんかすごい献金の人がいて、その人とお会いしたんです。ちょっとレベルが違うんですね。それは農食者だから、例えば浄土真宗10億ね、紳士ってそういうレベルだった。だから3億円でやんない、口に出そうになった。こう言ってますよね。そうしますよね、皆さんね。そういうレベルからね、いかにもね、いかにもちっちゃい、いかにもちっちゃい、そうもんね。そしてですね、その時ね、ちょっと私に語りかけを受けたね。語りかけを受けたね。いいですか。何の語りかけを受けたのかと言いますと、小さなお金が与えられてますよね。ところが必要なのは大きなお金じゃないですか。例えばこれから日本の個人は3億円、これは与えられてしまうんですが、3億円でしょ。それからカンボジアは3億円でしょ。ザンビアだって似たようにかかるんじゃないですかね。それから安定協会は万を超えます。当初ね、そうしますね、万を超える街道を作らないでしょ、東京の真ん中に。皆さんね、そうなるなら皆さんね、ちょっとやそっとじゃないのですよ。そうしますとね、ご感じですね、エベレスト私の前にあってですね、で大きな障害としてですね、3億、それから何十億っていうね、こういう感じでね、なんか他の壁が目の前にこう広がると、もうこういう感じですよね。そしたらね、言われたんです。あなた考え方間違ってるって、あなたは間違ってますって、こう言われたんですね。それは何かね、あなたにとって、例えば1万円与えられることはより簡単なことね。皆さんにとってもそうです。アルバイト1日からもらえますよね。そしてね、例えば10億円もらえることは難しい、ね、だからあなたはそう考えますが、私にとっては1万円
与えることも10億円与えることも同じなんだって、実に小さなことは簡単なことですよって、あなたは自分で自分を縛ってる、これがあたかも凄まじく難しいかのようにあなたは思ってますが、それはあなたの見方であって、私は神様はこれは簡単なんですよ、こう言われた。そして言われたんですね、あなたは小さなことに、あなたの小さなことに神様は答えてくれたんですけど、その原則は大きなことが起こるわけですけど、そうなんです。だから皆さんね、耳く神様に祝福された方皆さん、その耳にくく伝えた原則はまさに神の偉大な働きが起こる原則です。そしてですね、今皆さんの歩みの中でいろんな問題が起こっているのに、丁寧に対応してください。いいですか。そこで何をするか。小さな勝利を受けます。小さな勝利を受けますね。その小さな勝利が栄光の笑いなんです。ですから皆さんね、神様にとって10億円も1万円も変わりません、ね、変わらないってのはどっちも簡単っていうことです。私にとっては1億円と1万円は全然違いますけど ね、1億円なんてもらって中央線なんか歩いたらですね、もう大変ですよ、はい、で皆さんの、ねそばに1億円あるとですね、皆さん寝れないでしょ。8時10分になりました。寝れないはずですよ、皆さん。ね、ないから。ね、選挙のポケットの中の風が吹いてるから。次回は、そうなんですよ、皆さんね。山口ということです。で、この時に、じゃあ、新婚対応というのは、21日金曜日、これは完全に山口から最後のトリオツアーをお届けします。どうぞ、お楽しみ。期待を持っていない人は、そしてですね、祈る時に一つ思うことがあるんですね。何が思うのかね、いろいろ神の答えが来るわけですけど、でもね、これはこうなければいけないということは答えられなかったりするわけですよ。そうするとね、確かに生きて、まさに神様が答えてくれるのに、この部分はどうなんだっていうことが残るわけですね。祈りやってる人はそうだと思うんですね。で、それが埋めないのは感謝です。ですから、この祈ることを求めることと感謝の重要なポイント、相関性を持ちます。で、感謝を通してですね、なぜ答えられないか、深い神様の心が知られるのと、そのうちの後ろにある神様の技が起こっています。ですから、感謝の内容は半分です。半分です。そして霊的なことも半分しか分かりません。ですね。そして、もちろん悔い改めね、前にも言いましたように、後悔するんじゃない、悔い改めるんですね。そしてね、神様に意識した。でその時に皆さん勝利を得ます。そして小さな皆さんの周りにある小さなことを勝利を得ます。皆さん小さな勝利を取るに、それは大きな勝利の原則です。だから小さな勝利を取った人を大事に、さらに小さな勝利を取る。まだ取ってない人は小さな勝利を取る。投げない限りね、そういうことは起こらないですね。具体的にちょっとね、これの触りみたいなのを感じたことがありますね。それは何かザンビアに行って、クルセードやってね。その時に癒しの祈りをバカバカ癒やしたね。バカ精霊様が働いて癒やしました。ですね。で、その時にね、ふっと思ったんですね。何かと、今、死人がよみがえるなと。
もう死因が有名かどうか、神の心一つだな。私ね、そう思ったんです。でこれは、この間考えた働いたことに至る、ちょっと一歩手前みたいなですね。それでですね、こういうことが起こります。いいですか？これと同じ原則ですけどね。皆さんが鼻水を吸っていて、それが癒しの意味で止まるのと、誰かが死んで、その人が蘇るのと、どっちが大きな奇跡かということです。で、我々にとっては鼻水が止まる方がちっちゃな奇跡で、誰でもできそうじゃないですか。死人が蘇るなんてとてもね、まあ、不可能な奇跡だと思うんです。でもね、これは違うんです。考え方間違ってた。それは私が見たそうで、神から見たら、鼻水が止まるのも、死人が蘇るのも、実に神簡単なことなんです。ですね。そして皆さんね、鼻水が止まる奇跡を体験した人、皆さん祈りによって神様の癒しを体験した人は、もういいですか、死人が蘇るって奇跡が起こりうる可能性を持った人です。もうただ主がそう思ったら、蘇っちゃうんですよ。だからね、もうすでに安藤教協会にお見合いの土壌がたくさんあります。いろんな人あれでしょ。ね。蘇れって言ったらね、バーンって蘇っちゃったりするわけですね。でも間違いない。あの人蘇ったって、そうじゃん、起きただけね。こういうですね。そして何度も注意しておりますが、長藤君が昇天したらね、彼を煩わせないでください。もうそのまま天国と。そして盛大な昇天式をね、こちらでやりますから。だから、蘇りの祈りしない。蘇りの祈りしない。ですね。そしてね、実はね、奇跡のポイントは何かってさね、小さな勝利です。皆さんが小さな勝利、これを受けること、そしてね小さな勝利は我々にとって小さな勝利ですが、まあ、神にとって小さな勝利ですね。我々の大きな勝利は実は神にとって小さな勝利なんです。同じ原則です。そして今咲いていることからを通して、私たちがこの信仰の対応を取ることを通して、次に来ることが大きなことです。僕がね、数千数万はっきりそう思ってますよ。全然そんなことを起こるかってね、思った人はね、その気持ちを大事にしてください。なぜそういうのかね、とね、怒ってことみんな忘れちゃうんだよね。あんた、そうしますとね、その人たちは栄光の洗いの大きさは分かりません。栄光の洗いの。皆さん、大きな栄光の洗いの洗いですね。でも皆さんね、その時に私たち小さな勝利が決まっているということね。どうぞ覚えてください。お祈りします。手の人よ人に豊かに働き、最後ご横宮沢なさいとしますように。どうぞ助けてください。この示されたことを祈らないのでちょっと捉えちゃってる方がいますけど、ちゃんと祈って信仰を持って受け取るように。そのことは後に大きな祝福ポイントとなります。手の狭いちょっと間違った意識を持っちゃって、それを握ってらしてる人がこれちゃんと悔い改めるように、そして言われていることに従うように、従うときに、その方を通して洗える、いろんな神様の技を見るときに自分の考えが間違っていたと分かります。また同時に主は大きくその方を通して働くようにします。その中に何か隠してる方がいらっしゃいます。
それでは、それでは、勝負勝負と答えていくというふうに思います。新しい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 
自身の思いだけが計画ではなく、主が語られる言葉の通りに従いなさいと主は言います。特にこの主が語られている言葉には、信仰の一歩を持って、さらにこの肉的なさいと主は語られます。とえとえその時に分からなかったとしても、一歩歩み出しの時に、この主の善意を全員ものが見ているようになると語られます。最初の言葉を受け、進んでいきなさいと主は語られます。
主があなた方に持っている計画の大きさというのはあなた方はまだ知らないとおっしゃいます。しかし、一歩一歩従い、また信頼し合いに行く中で、あなた方はさらに主の偉大さと、また大いなる計画のこの全容を知り、また主を褒めたたえ、主を褒めるであろうとおっしゃいます。それでは、再び立ち上がって、主を褒めたたえたいと思います。感謝してその名前によってお願いします。どうぞどうぞ座りください。Please be seated. それで は, それでは、セミナーの時をお待ちしたいと思います。最初に聖書を開いていきたいと思います。第一コリントの人々の手紙14章40節をお読みします。第一コリントの人々の手紙の14章40節。ただすべてのことを適切に筋を持って行いなさい。お祈りします。愛する天の様、このセミナーの時をありがとうございます。どうぞ生きる神ご一緒も今日も待ってください。あなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。皆さんこんばんは。今私たちはですパウロ秋元牧師が書かれたこの予言の本を用いて学んできています。初めて、ね、インターネットを通してご覧になる方も、まだ持っておられない方ですね、ぜひこの本を購入して、ね、そして学んでいただきたいと思います。で、いつもこのお話しするようにですね、予言の働きというのは、非常に神様の素晴らしい働きです。そして、先ほどメッセージで小さな勝利と言われましたけど、神様は予言を通してもいろいろな形で、ね、勝利を表してくださいます。だから私たちは、ね、それを正しく用いていくのが非常に重要なことになってくるんですね。で特にこれからの働きというのはリバイバルに向かって、そしてまた週末の働きに向かって非常に大きな働きになってきます。でその時に私たち一人一人がこの正しく用い、そしてその中で、ね、神様からの豊かな恵みと祝福を受けていくのが、ね、非常に重要であるということを覚えてですね、共に学んでいきたいと思います。それでいつもお話しますけど、この予言を用いていく時に重要なことがこれをですね、まず2つは必ず覚えておいていただきたいもの。それは、予言がですね、教会に与えられたものであるということですね。ですから個人がお話しするんです、語るんですけど、しかしこれは教会に与えられたものであって、ですからその教会の中でですね、正しい秩序の中で用いられていかなければいけない。ですから教会の管理の中で用いていかなければいけないということです。今日そのことも少しお話しますけれど、とにかくですね、教会に建てられた牧師さんがおられますから、その牧師さんの指示に従って用いていくということですね、非常に重要なことになってきます。でそれから離れて用いるときに危なくなってですね。でもう一つはですね、吟味するということです。
で、いろいろなカリスマの教会で予言というのは用いられていますけれど、この吟味というのに関してきちんと教えているというのは少ないと思います。で、しかしですね、聖書に何て書いてあるかというと、予言するものも2人か3人が話し、他のものはそれを吟味しなさいと書かれているんですね。ですから、これは必ず今新約の時代においては必ず吟味しなければいけない。ですから、例えばどんな有名な預言者の方が語ってくださったとしても、それまでその方が語った預言がですね、100% 成就したとしてもですね、私たちは私たちの責任を持ってその預言を吟味していかなきゃいけない。これが正しい持ち方であるということですね。ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、この本に入っていきたいと思いますけど、今日は11章。本持っておられない方はそのまま聞いていただきますけれど、11章のタイトルはですね、正しく持ち訓練を受けるということで、先週前半がされました。それで、ここにいくつかの項目が出てますけれど、一つはですね、教会に管理された集会で用いるということが書かれています。で、少しお読みします。予言を行おうとするとき、私たちはまず注意しなければなりません。それは予言のたまもの、働きは教会のものであるということです。先ほど話したですね。ですから、その予言をしようとする集会は、当然牧師が責任を持つ集会か、牧師が許可した集会でなければなりません。教会のものとして使うときに、私たちはその賜物、働きを聖書的な正しい使い方で用いているのであり、最も主の御心の働きを行っており、また安全に行っているからです。そしてその後にですね、例えばこの私の牧師は予言を認めていない、どうしたらよいか、声が聞こえてきますですけれど、その場合はですね、その牧師のために祈り、そして導かれたら説得してくださいと書いてあります。まあ、それダメならば祈り続けていくということですね。ただ秩序が重要ですので、先ほど読みした御言葉に、すべてのことに適切に秩序を行いなさいと書いてですから、霊的なことに関しては教会では立てられている牧師さんがですね、その霊的な権威を持つから、その指示に従う。だからダメだと言われたらダメだですね。ですから、それをぜひ覚えていただきたいと思います。で、自分勝手に、ね、その教会の秩序を乱して用いていくときに大きな問題が起きてきます。で、教会から離れて個人的に予言する方も結構いるのを私は今までの牧会している中で見てきました。それでその中でですね、私が感じたのは、やはりその教会を離れてやられる方々というのが非常に危ないなということを思わされたんですね。で、例えば一番最初に使わせたところにおいても、この全く教会から離れてですね、いろんな教会の方が集まって祈り会をしてて、そこで予言の言葉が出てきた。そしてその中でですね、こんなことがあったんです。で、どうすればいいんでしょうかとかですね、相談に来られた方もおられたんですね。で、その時にですね、非常に人間的な言葉が語られているというのを気づかされました。で、結局どうなったかというと、ある人たちね、その中で傷ついて、そしてまたその会が分裂し始めたですね、そういう形になってですね。で、その中には牧師さんもいなければ、その吟味の習った人もいなかったわけです。で、いろいろ聞いてたらですね、そういった吟味は何もしてませんし、そしてちゃんとした使われ方してないということが判明しました。で、結局どうなったかというと、その方はね、そこから出て、私がちゃんと学んだ方がいいですよということで、そして学び始められたんですね。で、それでその吟味すると分かってですね、その人は非常に安心して、そしてそれからちゃんと吟味ね、そういったものを注意深くやるようになっていましたけど、しかしそれを知らなかった時においては、全く無防備のまま、人間的な予言、あるいはサタンから来ている予言、そういったものまでも全部受け入れてたわけです。ですから非常に危ない、吟味する人ができる人がいないわけですから、大変危険なわけですね。ですから、そういう形で危なくなってしまう場合がある。
またニューヨークにこの前ちょっとお話したかもしれませんけど、突然日本から来られた方がおられて、そして礼拝に出てですね、後で祈り返しますか、出てみたらどうですか、突然ですね、予言を送ってね、死ぬ時間の僕たちは高慢だとですね、でもですね、おかしいからやめてくださいね。そしてちょっとその予言っていうのはね、使っていくのは非常にきちんとした使い方しないと危ないから、でまあしばらくニューヨークにいるならね、私たちの教会でも毎週予言の学びをしてますから、ぜひ来てくださいということですね。そしたらですね、その方はいろいろうだうだ言いながら、結局来ませんでした。だから危ないところで立ち入られるということですね。で本当に精神的に使うのがどれだけ重要かって知らない方がたくさんおられるっていうことです。まあ、その方は悪いっていうわけじゃなくて、知らないからどうやっていいのか分かんないですよね。でも学んだらどうですかっても学ぶしないしないっていうのはね、やはりそれは本当に予言を使っていこうという意識がないんじゃないかなということも思わされました。ですからいずれにしても聖書的に使っていくというのは非常に重要であることをぜひ覚えていただきたいと思います。で勝手に予言するできる人がいない、吟味する人もいない集会で、また教会の管理でない集会で予言を用いるのはどれだけ危険かということですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。この本に書いてあるですね、免許証を持っていない人が勝手に運転してね、事故を起こすのと同じようなことです。ですから、ぜひ注意していただきたいと思います。そして次の項目にはですね、教会が建てた人同士に従うと書いてあります。さて集会がしっかりとした体制になったなら、まずリーダーに服従してください。ある時私たちのグループの方ではありませんが、予言される方が来て、予言が来るとやめられなくなりますと言われたことがあります。また予言の集会でリーダーの精神を振り切って予言する人の例もあります。でこの集会の中ではですね、その集会に立てられたリーダーに従ってください。教会では牧師さんが立てられています。でそのリーダーを振り切ってね、なんかするっていうのは秩序を乱してですね、まあ、リーダーの霊的な事柄に関してはリーダーに服従するっていうことです。例えばですね、パウロ牧師がね、牛タンを食べなさいって、そういった個人的なことに従うことはないかもしれませんけど、でも礼拝の中で今予言しちゃダメです。この会ではこれとこの方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 が予言したいって言ったらそれに従うんです。で従う時にちゃんと秩序だった形で用いられていくということですね。ぜひ覚えておいていただきたいですね。で先ほどちょっと言いましたけど、リーダーの精神を振り切って予言する人の例もあります。でこれらのことは2つの面から聖書的ではないって書かれています。でまず一つは先ほど言ったように秩序を乱すわけです。なぜならリーダーに従ってないからです。でもう一つはですね、第1コリントの14章32節に、預言者たちの霊は預言者たちの預言者たちに服従するものなのですって書いてあります。ですから、リーダーを振り切って預言をするというのは、これは予言の例というのは予言者に服従するわけですから、とどめようとするなら予言者はとどめることができるんです。でもそれを振り切って言い放すのはやはり秩序を乱して、そして聖書的じゃないことを行ってしまっているということですね。で、まあ、私も死ぬ時間に来てからですね、そういった昔国分寺でやってる頃にね、そういう礼拝の中でね、突然立ち上がって予言してああとか言ってね、言われた方がいたのを経験しました。もちろんね、その時もちゃんとした形で取り合ったので、係の人がすぐ連れ出してやりましたけど、でもそれは非常に大きな妨害だったんですね。霊的な妨害になってしまうんです。ですからその集会の中においてはね、はい、土の中でちゃんと用いていくのは非常に重要なことになってきます。ですから、それをですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。この聖霊の働きだとですね、燃え上がって、もうそれが正しいんだ、それで走る方もいますけど、そうじゃない、やはり、どんな時にあっても、聖書的に用いていくことですね、第一前提にあることを、ぜひ覚えておいてください。
そし そしてもう一つはですね、予言は訓練を受けなければならないと書いてあります。訓練、私たちはこの新時間のアンテナ協会では予言した学校があって、そして毎週ちゃんと訓練しているとか、それに参加しているとかね。ですから、それはいいんですけど、訓練というのは非常に重要ですね。最初に予言した時に、本当にそれが明らかに来ているかどうかは分かりません。で長友牧師がね、ご自分で明かされたように、今日一つやりきれないことがあったから、ご自分で言われたと思いますけど、最初から何度も違うと言われたりとかしてました。それを通して、だんだんその予言の例を捉えるレベルが高められたっていうことですよね。で、訓練するときってやっぱり忍耐も必要ですよね。で、私野球やってたんですけど、最初にね、今金属バットっていうのがあって、非常に打つ人は打ちやすくなってるわけです。ところが私の時代はですね、金属バットがなかったんです。でどういうバットがあったかというと、竹バットと、それで木バットっていうのがあったんです。私たちの高校はお金がなかったので、キバキバットがたくさん転がってて、それで使ってたんですね。そして竹バットっていうのは反発力が少ないし、スイートスポットっていうのは、芯が鼻から散らす、鼻から散らすユースときた。そうですね、その高級を打つときに、思いっきりですね、芯を打つと。みんなの今日のやりきれなさを手に引き受けてくれる。もう、皆さん、野球やるとね、打つの楽しいと思うでしょ。打つのは楽しいから野球やるっていう人はほとんどだと思うんですけど、でもビーッと来てですね、それが2球か3球か3球かもう手がビン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 ですね、握れなぐらいになっちゃう。で最初はやはり1年生入った時、その高級打ったそうだそうだったんです。で何度も素振りしてポイントを捉える素振りしたり練習したりですね、そしてようやくだんだんスイングリーバーの中でね、シュートを捉えるようになった時にボールは素振りしてました。全然痛くなく出るようになってた。でやはり最初は忍耐がいるわけです。痛いこんなもんやめれよからねとかね、そういうふうに思ったりすることもあったんですね。でも続けて練習神様を与えてくださって、そして神様がですね、第一コリント14章の1節には、愛を求めなさい、愛を求めなさい、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 
り、そして本当にその用いられる予言を語るものとして神様が用いてくださるようになるということですね。ぜひ覚えておいていただきたいと思います。ですから伝道者とか牧師さんの方はですね、毎日毎日どん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 予言して訓練していただきたいと思います。いつもイスラエル派遣なんか行った時もね、パロクスやご夫妻で行かれる時は朝食やなんかやなましたりしてもね、その後で予言なんかしておられますよね。でどん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 やっておられるんです。でその中で神様の言葉を捉えてですね、で私たちはその予言をないがしろにしてはならないと書いてありますから、本当にこの予言をどん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 用いていく、そしてやっ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 て、そして訓練をしていくっていうのが非常に重要だということをぜひ覚えていただきいただきたいと思います。で、最初は、ね、誰だって捉えられないでしょう。しかし、だんだんそれが身を結んでくるということですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。
そして、この予言というのは神様が与えてくださっている大きな武器です。ですから、本当に予言を正しく用いていくのであれば、本当にその予言を通して神の技を私たちはたくさん見ていくことができるということです。で、なぜなら、私たちには力がないんですね。先ほどちょっとそのメッセージも言われましたけど、その例えば、1万円でもらった時ね、すごい嬉しくなる。そしてまた、10億円だったら全く違うレベルだという感じで思ってしまうということを最初思われてたんですけど、しかし神様にとっては本当に10億円も1万円も1円も全く変わりがないんです。神様にとっては簡単なことなんです。ですから、予言を通しても神様が語ってくださることがどんなに大きなことであっても、私たちにとっては不可能に見えることであっても、本当にその声を聞き、そしてそれに従っているのであれば、神様の素晴らしい技を私たちは見ていくことができるということです。で、私たちはそれを経験してきたわけですね。で、最近のことではね、よく私のことも含めて言われますけれど、インターネットの働き、同時にやりなさいと言われてね、一般の人たちはね、理論的にこれは不可能だと思われたわけです。その時はお金がかかってね、当時お金はあんまりなくて、そしてこんなに100万円を出さないならある程度のレベルできない。で、最初にね、使ってたソフトとかは5回戦ぐらい人が見てたらもういっぱいで、もう見れなくなっちゃうですね。いろいろ制約があってですね。で、しかし神様が語られた言葉だったんです。ですから、人間が不可能だと思ったとしても、それを進めていったわけです。祈り、そしてまた信仰の対応を取っていったわけです。で、そのために動き始めたんです。そしたらですね、本当に不思議な形で、来年になったらこれがね、もっとすごい画像のように変わってしまうと言われましたけど、本当に驚きですよね。この1年の間でこんなに働きが進んでいくのは。で、私は技術屋ですから、元々はね。だから、それだけ一気に進むっていうのは、やはり、これは神様が本当にやってくださってるなと、本当に思わされるんです。だから私はですね、本当にその神様の言葉を聞いて捉え、そしてそれをやっていくんであれば、これからもっともっともっとね、奇跡っていうことを語ってくださってますから、ますから技が起きてくるということですね。ぜひぜひ私たちそれを信じて、そして正しく用いたいと思います。お祈りします。愛する天様、あなたの恵みを感謝します。このセミナーを感謝して、イエス様の名前によってお祈りします。アメン。アメン。はい、聖書を開いていただきたいと、こういうふうに思います。第1コリント14章ですね。一節、愛を求めなさい。また御霊のたまごに予言することを熱心に求めなさい。お祈りします。天の様、あなたは私を共に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。はい、イエス様の名前によっておりま す。アメン。アメン。今日はですね、リハーサル的な集会でしたけど、賛美ですね。一番最初、カメンドワシップかな。はい、はい。変わらないもの。ラップでやってますよね。はい、はい。これが一番良かったかなと思います。なかなか軽やかだよと、こういうふうに言います。臨在があったかなということですね。それからエルサレムさんですね。下関語と共通語のですね、ちゃんぽんで、おでんの話をしましたね。花これが良かったかなと。これもなかなか良かったですね。はいはい。それじゃあ主の声、これが良かったかなと。これもね、非常に、はいはい、でしたね。だからラスポーダ、手話やるやつね。プレジルが当たったですね。
ね。なかなかいい歌なんですけども、まあ、これが良かったなと思いました。はいはい、これもなかなか良かったですよね。それから、ゴスペルシード、エルサイム、これが良かった。エルサイムね。これもなかなか良かったですよね。男性のエルサイムね。それから、ギフツ。ギフツはアメージングラブじゃなかったな。You are my God と You are my God ね、ね、You are my God、 これが良かったかな。はい、はい、何でしたね。じゃあ、もう一つ、輝くかな。大きな、これが良かったかな。はい、はい、まあ一番大きなね、さすが、大きな今、作詞作曲者ですよね。ですから今まで大きな評価するとレベルが違うんですよ、ね、目の前にいらっしゃるというですね。はい、はい、ですね、今週は先週名古屋に来まして、そしたら腰のヘルニアの人だったかな。何のヘルニアだったの人が3ヶ月前に行った時に祈って、そして教会の人たちも祈って癒されたんですよね。そしたら礼拝に出なきゃいけないと思われて、礼拝に出て、そして洗礼を受けられたんですね。でそれから医学部の坊やが来て、3年生ぐらいのね、写真持ってきたんですね。でね、これも3ヶ月前の時に行った時にアトピー性皮膚炎が来ないんです。でそれが私も祈って教会の人で飲んで、そしてですね、癒されたんですね。お母さんに持たされたから、写真につけてね。そしたら言ってましたね、なんか暗かったのに、ね、精神まで明るくなったとかもしれません。そして教会に来られたんですね。それから四日市では咳が止まらなかったのが咳が止まるということがあって、いろんなところで癒しが起こるんですよね。でどうぞ皆さんね、皆さんの周りでも常に癒しが起こるようにしてください。でこれは皆さんが祈るというです、具体的にね。このセミナーは私たちを通して主がどうなされるセミナーで、常にそのことをね、なしてください。そしてですね、癒しの働きがありますとね、ミニストリーの力が違ってくるんです。これですね。例えば、海外で伝道集会とかなんかありますと、これは明確に出ます。ね、私は福音派の人から分かるのは、伝道集会で説教で勝負ですよね。そして救いを招くじゃないですかね。でそれで終わりなんです。ところが、癒しの働きがあると、それプラス、また違ったミニストで持っていけるわけですよね。具体的にですね。そうしますと、皆さんが伝道する場合にですね、ちょっとパワーが違うということになってます。パワーが違うという状況になってますね。具体的にですね。で、これは皆さんから働く上で非常に重要な意味合いがあると。そしてですね、そのたまものの働きをしている人と知らない人は、いざ働きが始まった時に、同じレベルであったとしても、働きのレベルが大きく違ってきます。また霊的なたまものというのは、霊的な事柄を開いていくので、臨在とかそういう面の働きが違ってくるんですね。だから例えば賛美チームでも、臨在です。皆さんが上手くなるということが重要です。だからね、上手くなっておいてください。歌詞忘れないように。みんな年取ってきたんですかね、最近。ね、コンサート前、歌詞忘れるってなかったじゃないですかね。結構みんな歌詞、ごまかしながらやってますよね。あれを見るのが人の趣味だったりするわけですよね。その上手くなるってことはすごい重要なことなんですけど、臨在です。多くの人はね、実は賛美が霊的なものだってよく分かってません。よく分かってないです。これが開かれたときに皆さんね、特別な働きを持っているんですよね。それを狙ってるわけですよね。
具体的に。それはね、たまものと大きな関係があります。たまものね。ね、まあ、ともあれ、大きなポイントがそこにあるということを覚えてください。そしてですね、皆さんの場合はこのたまものを全てすることができます。そしてそのうち一つは、特に目立ったたまものがあります。ですからそれが現れてきた場合にはそれを中心に奉仕していくということになります。癒しの人は癒しをポイントに奉仕をしていく。奇跡の人は奇跡をポイントにして奉仕していくことがあります。しかしですね、そうであるんですが、それとともに予言を熱心に求めなさいと言われているわけですね。ですから皆さん、予言を求めなさいですね。そしてそれとともにですね、この賜物の中心は予言であるということからはしっかりと認識してください。これは何を言っているのか。これは最も強力な力を発揮する。使徒行伝の予言を見てみますと、これから起こることに関して書いてありますが、聖霊の働きを予言と言っているんです。ですから、これから予言の働きは、皆さん強力になっています。協力なんです。ですから予言、これを聖書通りに意識して対応するのとしないのと差が出てきます。ですからこの一つ言えることがあります。聖書から言ってるんですよ。いいですか。予言をしっかりと捉えて使っている教会とそうでない教会と差が出てきます。これは神様が使う武器だった大きな差が出てきます。ですからこれは重要な意味合いを持つということを覚えてください。そしてですね、この予言の場合に教えがあって、本に書きましたけど、それから予告があって、そして指示がある。主にこの3つのポイントが出てきますね。時間足りなくなっちゃいましたね。まあ、長くは大丈夫です。皆さんもお腹空いている。私もお腹空いているんですね。だんだんみんな帰りの用意してるんですよね。帰りの用意ってちょっと分かるんですね。眠ってる人は起き始めるこれみんな帰りの用意に入ってきたなって。だからね、この人は必ず眠ってるって人は起きてる時はね、もうちゃんと用意してるなってね。そういうような感じですね。でね、もちろんこれは中心的な働きなんだが、それとともに予言というのは神の言葉を取り扱うね。そして働いたことは全て神の言葉だよ。吟味して確かにそうだというやつね。で、神の言葉のね、要素を持つですね。じゃあどういう要素を持つか。例えば想像。想像って作るですね。創世記に光ありでしょ。作る。霊的にそういうことが書いてあるのは、エゼキエルの37章かな。骨のところで骨に予言したら、骨がつき、骨が立ち上がり、骨が作ってる。霊的な形でその予言を持ち上げます。だから例えばですね、こういうことです。マジキナを通して、例えば1万人救われる。というふうに。予言が出た場合、これは正しいとしたわけですよね。それはね予告である場合もあるし、1万人救われるって神様言ったから1万人救われる状況になるという場合もある。分かりないですね。だからはっきりと予言の神の言葉には創造的な要素があるですね。それとともにですね、霊の戦いの武器で、霊の戦い、霊を打ち切る力を持っている。ということです。具体的にね。だから霊の戦いとか対応に対してやるということと、霊的に捉えている解放に大きな役割を果たします。具体的に霊的な病気とか、あの苦労ですね。だから霊的な対応というのは重要なここでポイントがあるということですね。どうぞ覚えてください。そして
これは人生を変えたり働きを大きく進展させるそういうような力を持っていると。どうぞ覚えていただきたいと思います。お祈りします。手の様、人々の人々のうちに豊かに働き、最後の言葉を皆さんに伝えたい。イエス・キリストの皆さんの病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆さんの人々の人々の方を生き、病の病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆さんの人々の人々の方を生き、やさやさよ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 。頭痛があった方と癒されました。それから何かこう目がちょっとまぶしくて、そういう方がいらっしゃった。それが癒されました。喉がずっと悪いです。イエス・キリストの皆を人々の方を生き、感謝します。イエス様の名前によって、お名前によって、お名前によって、どうぞお立ちください。仰ぎながら主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の差し引き交じりが私たちと共に常しえにありますように。アメン。アメン。はい、どうもありがとうございました。